名古屋湘南。いいと順位でございますね。そうなんですね。はい。はい、えー、こちらも先ほどと同じで、直近6戦なんと4勝2分けで湘<ー>南が名古屋に勝ってないと。なるほどね。うん、はい、いう感じなんですよね。まあ今期の成績で見てもやっぱ名古屋はね、やっぱ失点ここまで8試合でまだ3ですからね。おぉ、すごい。 すごいんだ。これはすごいな。うん。はい、ただ今年の湘南は一味も二味も違う。うはい。それこそリーグトップクラスの得点力を兼ね備えてますからすね。おお、ホタテ対決なんだね、ある種。っていうことなんですよね。 だそのあたりがまあどう出るかってのはあるんですけど、唯一ちょっとやっぱ懸念点なのが、湘南はあの最近で言うとあの京都とか福岡とか、やっぱ守備ブロックを作るのが上手いチームと戦った時に勝てなかったんですよ。<laughs> は,いはいはいはい。そこにやっぱ負けたってのがあるので、うん、ある意味では名古屋もカウンターさがちょっとやり方違うけど、ある意味では方向性は似たチームなので <laughs> 名古屋も、うんうん、ってなると戦術的相性はちょっと弱、悪いかなってのもあったりする。うん。あと、 なんか、すごいデータなんですけどね、まあ、はい。あの、去年と一昨年も、はい。あの、この名古屋と湘南例えば4月に対戦してるんですけど、二 2>,、うん、2回とも湘南側にレッド出てるんですよ。へー、すごい。なかなかなくないっていうふうに思ってて、そうだ,、ね、だから湘南としては、まずその、まずはそこを退場者出さない。うん。そこは大事になってくるのかなとは一つ思います。うん。うんうんうん で、ええー、まあそうだね。まあそんなところになるかな終。終盤苦しくなってみたいなことなんだろうかね。うー、ん、んですかね。でもやっぱり今年ちょっと違うのは湘南というか町<ス>の選手ってもうリーグの大エースをちょっと備えてる状態なので。 で、特に例えば、藤井選手なんか代表でも一緒にやってきたじゃないですか、この間の3月シリーズとかで。よりその力分かってるってところはあると思うから、うん、ちょっとここの代表対決、藤井 VS マッチの、僕はちょっと注目してほしいな、なんてのもあったりするな、というところでございます,、はいすね。ちょうどエンブレムを見てもこれ、っと縦みたいに見えないこともないです、ね。<laughs> なんか分かるかもね、ここね。はい、ということでございます。はい <laughs>